突然かかってきた一本の電話。どうした？お、免許取ったか？ああそうか、受かったんか。何回2ヶ月前、何回相撲を諦め部屋を辞めてふるさとに帰ったかつての弟子。一発か。地元で介護関係の会社に就職し、仕事で必要な車の運転免許試験に合格したという報告だった。言ったろ、もうどうにもならなくなったらこっち親方のとこ来いって言ったろ。それまでは何でも仕事やらせてください、何でもやります、ドブの掃除でも何でもやります、そういう気持ちで行け。いいか、ドブなんてお前掃除するの手突っ込めいいだけの話だろ。違うか、そうだろ。あ、でも汚い仕事ほど綺麗なものないぞ。行け、いいな。